して2006年3月3日第1回 WBC が開幕。日本は第1ラウンドを順当に勝ち上がり第2ラウンドへ進出。ここで世界に勝ちに行くイチローの魂が現れた試合がある。真剣勝負で例えばアメリカでやるとかね、はい、そういうの初めてなんでね、はい、なんとしてもやっぱり勝ちたい。迎え撃つアメリカのメンバーは The shortstop, number 2, Derek Jeter Number 13, Alex Rodriguez Number 22, pitcher Roger Clemens。 メジャーの歴史に名を残すスーパースターたちが参戦。僕ら野球選手からすると、おお、すげえ、ジーターいるとか、エーロッドいるっていう目で見るわけですよ。これに対し、イチローは、ウォーミングアップ前に、僕らに集めて、ジーターがいたり、はい、エーロッドがいたりしますが、そういうことじゃないと、僕たちが一番なんだと、ちょっとふわついてた部分はあったと思うんですね。それが一気に引き締まったっていうミーティングを覚えてます。そう、イチローはアメリカが憧れの対象ではなく戦う相手であると示したのだ。憧れるのをやめましょうって大谷選手が言ってたようなことを、はいはい、もうイチローさんが言ってたんですよ。そうですね、確かにそうそうたるメンバーでしたもんね。もう今見ても正直ちょっとびっくりしました ね、 そうですよね。こんなに真似したんだっていう。そしてプレーボール直ホームランを狙っていたというイチローが世界を驚かせる。直球を当てようとしております。3回も同じ相手に負けるということは決して許されない。それでみんな若手のピッチャーとかもすぐ打ち解けれましたし、はい、本当に助かりました、ね、ダルさんとか中心にいい空気感を作り出してくれてたなとは思います。中でもダルビッシュとの対面を心待ちにしていた選手が一番佐々木投手は何を聞きたいですか。今はスライダーが苦手で、はい、そこら辺はちょっとこの期間に習得したいなと思います。コントロールいや、なんかこう変化量だったりこうキレだったり変化量、はい、もう少し大きくしたいです。大きくしたいとか、はい、そのチャンスは早々にやってきた。スライダーは今どんな感じだろう。ジャイロ系そうっすね、じいさんがずっとそれどうないとじゃあ、ね、ちょっと